カップが行われたんですが、そのウィンターカップで見事優勝を飾りました。ゼッケン16番森下レーシング高橋拓也選手がこの3番手のグリッドから今右手でねこうガッツポーズ見せてくれた、ゼッケン16番高橋拓也選手のマシンはこの前から気になってるんですけどね、あのロゴが冷凍ハウスって書かれてますよね、何か関係があるのかなっていうのをちょっと伺ってみたいななんて思ってます。ゼッケン16番高橋拓也です。続く4番手のグリッドからのスタートはゼッケン21番、高木プランニング牧野瀬那選手がスタートです。牧野瀬那選手もウィンターカップに出場しておりまして、その時は第2位の成績を残しました。4番手のグリッドからは高木プランニング牧野瀬那がスタートです。続く5番手のグリッドからは同じ高木プランニング22番、雲野龍生選手がスタートです。昨年もこのクラスで頑張ってました雲野龍生、5番手のグリッドからです。6番手のグリッドからのスタートは杉山レーシング佐野裕樹がスタートです。PGA カップ初参戦となる、佐野裕樹選手6番手のグリッドです。7番手からがゼッケン31番高木プランニング、ウィンターカップで、クラス優勝を飾っています31番落合亮太選手です。今回もこのカデットオープンフレッシュマンクラスでは一番速いタイムでした。そして総合で7番手のグリッドからのスタートとなり31番落合亮太はクラス、ウィンターカップに引き続いての優勝があるかどうかこちらも楽しみです。8番手 RT ワールド初参戦松田春、同じく9番手 RT ワールドこちらも初参戦福本博和、10番手のグリッドからここも初めてです、ゼッケン34番杉山レーシング苗田東輝、11番手からがゼッケン32、高木プランニング望月翔太郎、12番手からゼッケン7番ガレージャ畑、富岡修吾選手がスタートとなります。以上12名決勝戦は14周です。このままスタートになるでしょうか。カデットオープン、フレッシュマン、そしてヤマハカデットオープンクラス2勝を切り札れて今スタートです。12台の車両14周の決勝戦です。オープニングラップゼッケン10番の松浦光成が今トップに立っています。2番手のグリッドにいましたゼッケン10番の松浦光成、そして5番の石川祐希、3番手には16番高橋拓也がいます。さあこれで1周終了。4番手にも21番の牧野瀬那、5番手ここはゼッケン6番になります。松田春です。ゼッケン6番の松田春は8番手のグリッドからこのオープニングラップで順位を第5位に上げています。6番手には11番の佐野選手、7番手22番の雲野龍生選手、最後尾からスタート7番の富岡修吾選手がオープニングラップこちらも8位に上がっています。あっという間に2周終了です。トップはゼッケン10番の松浦光成、2番手にはゼッケン5番の石川祐樹、3番手ゼッケン16番高橋拓也、4番手21番牧野瀬那です。フレッシュマンクラスは31番、落合亮太がクラスのトップを走っています。さあここで2位が16番高橋拓也に一旦変わったんですが、ここはもう1回ゼッケン5番さあ石川祐希、
2番手3番手の戦いが激しくなっています。ブリヂストンコーナー再び16が上がります。トップはゼッケン10番の松浦康生、そして2番手16番高橋拓也に代わり3番手5番石川祐希です。4番手争いは牧野瀬名と、そして佐野祐希選手。現在最終終了4周目、1位と2位の差1秒2です。フレッシュマンクラスのトップ争いを31番の落合選手と34番、ゼッケン34番前田陶希選手。再び2番手3番手が接近してきているコース上、4周終了。さあ残りあと10周、ここで4位が11番佐野祐希に変わっています。6番手のグリッドからスタートの11番佐野祐希が4番手に上がり、5番手21番の牧野瀬名です。6番手ゼッケン6番松田春、7番手ゼッケン7、最後尾からの、上がってきた富岡修吾、そしてその後8番手22番雲野流星、9番手フレッシュマンクラスの落合選手と、10番手第2位の34番前田陶希選手、その後福本春、そして望月翔太郎と続きます。さあコース上1位と2位差が縮まっています。まもなく5周終了。一時は1位と2位1秒少々に開いていたんですが、今0秒22まで縮まっています。ファーストストラップこの週の16番高橋拓也、46秒770です。さあファーストストラップ46秒台、フレッシュマン32番の望月選手が今通過。3位と4位ここは差が開いています。一人だけ46秒台のタイムをマークしている16番の高橋選手、まもなく6周終了。1位と2位の差0秒22から0秒27、この週は上位47秒台が並びます。トップ争いはダンロップヘアピン、そして S 字を抜けてブリヂストンコーナー、差は縮まっています。松浦康生高橋拓也のトップ争い、まもなく最終コーナー。これで7周終了。さああと半分、残り7周、佐野選手、牧野選手、富岡選手、そしてその後に松田春選手が第7位に上がっています。初参戦ゼッケン6番松田春第7位です。さあ一時はちょっとトップ争いの2台と差が開いていた5番の石川祐希なんですが、再びこのトップ争いの中に加わります。さあここで16、さあその後ろから5番の石川祐希も隙を伺います。トップ争い3台もつれながら最終コーナー。さあ完全に3台でのトップ争い、そして第2位に5番石川祐希が上がっています。フレッシュマンは31番の落合選手、そして前田選手、その後福本選手、4番手5番手も差が縮まっています。佐野選手と牧野選手、フレッシュマン望月翔太郎選手が通過。これで全車通過です。16番の高橋拓也の後ろ、5番の石川祐希が、そして松浦康生が続きます。
これで9周終了。4番手5番手は、11番の佐野勇樹と21番牧野瀬那、さらに6番手最後尾からスタートでしたゼッケン7番ガレージャ畑、富岡修吾が現在6位です。7位にはゼッケン6番の松田春、8番手22番雲野流星。これで10周終了です。残り4周、上位3台46秒台の走行です。ファーストストラップは現在第3位です。ゼッケン10番松浦恒成の46秒737、3台とも46秒台のタイムなんですが、一番速いのは現在第3位を走行している松浦恒成です。フレッシュマンの第3位32番望月翔太郎が通過。その後ろトップ争いの3台です。これで11周終了、残りあと3周。さあこの週は、トップを行く高橋選手と第3位の松浦選手が47秒台、真ん中の石川選手が46秒台の走行です。4、5、6位順位変わらず、7番手争いは、22番の雲野流星と、そして、松田春選手。じゃあこれで12周終了。じゃあ再び先頭2番手は46秒台の走行。1位と2の差0秒2、先頭から3番手までの差が0秒9です。さあ32番の望月翔太郎選手はトップグループの車両に今、ラップされています。周回遅れにされています。さあこれでファイナルラップです。ファイナルラップとなっているコース上、4、5、6位、そしてここも激しい7位争いは雲野選手と松田春選手。コーナーのところで、この辺順位が一旦変わったんですが、すぐその先でまた、順位の方は戻ります。雲野流星松田春の7位争い。さあトップはゼッケン16番森下レーシング高橋咲也、差が0秒4で2番手、初参戦のゼッケン5番 RT ワールド石川祐希です。さあ最終コーナーです。そしてここでゼッケン16番高橋拓也からチェッカーです。さあ4番手は11位、牧野瀬那、5番、佐野勇樹、そしてその後5番手で21番牧野瀬那、6番手富岡修吾、そして松田春が7位、8番手雲野流星、9番手のところにはフレッシュマンの31番落合亮太がいます。フレッシュマンは落合亮太、前田、修吾、それから望月翔太郎の順です。